輪島市沢井町上空です。火事、赤い炎と煙が立ち上っています。ものすごい勢いで赤い炎が上っています。赤い炎と白い煙が立ち上っています。住宅がたくさん燃えています。多くの住宅が激しく燃えています。赤い炎と白い煙が立ち上っています。輪島市沢井町上空です。かなり、遠くから撮影しています。石川県輪島市からヘリコプターで上空から伝えてもらいました。火は激しい勢いで燃え広がっています。石川県で震度7の地震が発生しました。能登に大津波警報が発表されています。かなり激しい勢いで炎が燃え広がっているのが見られます。そして画面手前はこれ水面のようにも見えま す、そうですね、ちょっとあたりが停電していますので周りがどんな場所で何があったかというのが分かりづらいんですけれども、おそらくその水の近くで住宅あるいは建物が燃え広がっているというふうに見られます。何軒か燃えています、ね、1軒ではないことは確かです、はい、かなり燃え広がっています。石川県輪島市の現在の様子を映しています。大